さあ水切りのポイントやってきましたよ。わあ綺麗だな。これ皆さん見てください。これ本当に素晴らしい。これが東京都にこういうね木を使っていかだにしてみて、はい、流れてみるっていう。あごめんなさいバカ。あまた戸田君見つけちゃった。見てあの岩。あらあの岩の上に登らないで登った意味ってあんのか。ないっすね。ないよね。絶対そうだと思うんだ。これはねもうだってあもうイージー、もうイージーだし、これ行きなさいっていう道がもうできてるんですよね、ここにね。さあ戸田選手、これどう攻略していきましょうか。そうですね、ここここまあ、ぴょんぴょんぴょんっていけそうかな。ぴょんぴょんぴょんっていけちゃうかな。これ結構ね、岩高いですけど。あおあ、いった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 。おお、さすがさすがですね。水切りは水切り水切りはあ、水切りコーチでやらなかった。これちょこちょこやってましたけどね。ねえ、はい、まあせめてそうですね、水切り選手権5回跳ねるぐらいはね、5回跳ね行っときたいですよね。行きたいですね。ね、はい、じゃあまず1分間でお互いに石を探しましょう。はい、用意スタート。とどういう石があるか、これ石選びが肝心なんですよね。水切りはね、石の形が命。これなんかいいね。これなんか突っ込みにくい、はい、時間突っ込んでますよ。時間が時間がね。さあ戸田君、石見つけましたか。はい、1分経ちましたけど、まだ石紹介から。石紹介から、はい、あ結構丸みがあるんじゃないですか。えねえ、これでいけるのかな。これで僕は行きたいと思います。行きますか。はい、じゃあそうですね、私は僕の石としてはですね、こういう感じの石になっております。1投目、戸田雄大選手の水切り選手権第1投目です。ピー。1だよね。2じゃないですか。2なのあれ、ポンポンは。なんですか。うん、まあ結構緩やかに行くよりは、はい、この今平たい石見つけた。はい、これ水切り。はい、水はい、水切りしてたことあっし、めっちゃもう水切りうまい。戸田雄大選手、本気出しちゃおうかな。本気出しちゃいましょう。さあファイナルです。戸田雄大選手のファイナル第2投目です。あーやった。あれこれ飛んだ、鳥が飛んだから2ポイント加算だね。じゃあ行ってみますか。行きます。行きましょう。さあ泣きの3投目です。波紋が3つ、はあはあ、3から3か3だね。3っすね。じゃあ、うん、今度は、はい、水切りはまあとりあえず、はい、私の勝利ということで、はい、コントロール選手権いきますか。いきますかね。はい、まあ小さな小石をね、あの迷惑にならないように、小さな小石を、あの岩の真ん中の一つあるじゃん、はい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 、でかいのに挟まった1個、はいはい、あれを目指しますか。いきますかね、はい、あれの一番中央に当てた方が勝ちということで、はい、3回投げましょう、はい、ね、戸田雄大選手の1投目、あの真ん中の大きな岩と岩に挟まっている真ん中の岩、ま、どんなもんかっていうの、どんなもんかっていうのをね、投げてみよう。さあ行ってみましょう。第1投目です。命中。当たっちゃった。当たっちゃった。もう最初から。すごくない？見事。さすがピッチャー。当たっちゃった。当たっちゃった。今でも結構上の方だったから。上の方ですね。ね。じゃ。あ。コースは良かった。ちょっと届かなかったね。ちょっとなんですかね。だがコースは良かった。じゃあ今度今投げたところに、はい、木が横たわってるじゃないですか。はいはい、はい。丸太が、はいはい。あの木にカンって当てたらすごくない？
すごいですね。今度は、はい、あの木なんでさらに難易度が上がるわけですけども、皆さん分かりますか、あそこにね木が横たわっております。あの木を目指して戸田雄大選手が投げます。さあ当てることはできるのか、何投までに当てる。いやもうそれもちろんもう一投で当てちゃう、はい、ごめんなさいね、一投で当てます。そんなことできるのかな、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、超えてしまいました。ちょっと超えてしまいましたね。一投でやってみますね。あ、編集使うわけですね。一投で一投で一投で行くわけですね。一投でやってみます。マジで、はい、当たんのかなあれ。じゃあ行きます。はい、もう一投で。うわ惜しい、ちょい超えだね。一投でやってますね。あ、もう一つよし。あ、一投でいけんの。一投でやってます。あ、2回目の編集だけど、まあ一投でいけるわけね。一投でいきます。はい、わかりました。もう一度で、あー乗っかったけれども惜しい。やっぱりこういうのは力技よりもやっぱり、はい、山本正弘を見習って、はい、コントロール重視ということで、はい、これ若者にも負けないぞというところを皆さんに僕が、はい、一投で証明したいと思います。一投で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 お願いします。たやすい、あの木に当てるぐらい。そうですよね、うん、あ、惜しい。めっちゃ欲しい。めっちゃ欲しい。一投で。はい。一投できますか。はい、松井さんも編集入ります。はい、一投でやってます。今ので、もう楽にね。お。今違う。今のは。彼の人生はまずまだ朝6時に起きて、近くの川へ行き、こうやって石を丸太に当てるという、はい、生活をしております。彼はこれで生計を立てています、はい、その仕事面白い。僕が何回か投げさせていただいて、はい、一回もちょっとまだ当てることができなかったんです。でもやっぱり、はい、若手のスタジオサンチーク期待の、はい、戸田雄大なら一投で当てると思う。ね、はい、そういうことになります。どうもはじめまして、はい、ソングライターの戸田雄大です。はい、戸田雄大やってまいりましたね。あっての木の方に、はい、石を一投で、一投で、一投でいけんのかな、一投で当てたいと思います。わかりました。石を選びたいと思います。はい、戸田あるんじゃないかなこれ。あ、もう目の前の石こだわないの。それを一投で、これを一投で。嘘でしょ、はい、これで食っていい。あ、これのプロなわけね。これ、あ、あ、なるほど。これは、ではね、願掛けをしてなかったからね。 あの木に当たれば戸田雄大のまばたき、さらにヒットしていきます。ね、戸田雄大君の楽曲がヒットするのはあの木にヒットするかどうか、それにかかってます。残された玉の数は一発言うね、僕5球って言うことあった、一発で。この何か、おうん、素晴らしい。さすが、この職業にしてるだけありますね。おお。世界は、そう、このね、曲が流れている間に、すごい、すごいですね。自ら BGM を、綺麗に BGM を、何事もなかったかのように。2発目に突入しますけど、あった、あった、あ、水切りするんかい、水切りをするんかい。おお、めっちゃ、おい、ありがとうございます。途中の打ち投げのところは全部カットします。もう決めよう、これが本当にラストね。ラスト1球にかけるってこういうことなんだよ。
やっぱりね、当てなきゃ帰れないでしょこれ。これ決めて、うん、これ決めたら、OK。そんな一大事、そんな一大事だったんですね。ここで番組でプロポーズ、公開プロポーズ、これで決める。おまあ本当に素晴らしい楽曲を作るシンガーソングライター戸田雄大君ですけれども、はい、戸田雄大君の情報を知るにはどうしたらいいですか。はい、そうですね、自分が Facebook、 はい、じゃあもう漢字の戸田雄大、はい、もう戸田恵子さんの戸田だよね。はい、戸田です。に英雄の雄に、うん、大きいの大、うん、はい、もう戸田雄大でネットで検索すればすぐね、はい、出てくるかな。はい、それでもう Facebook の申請なんかどんどんしていただいていいわけですよ。はい、ね、そちらでライブ情報なんかも発信していきますし、じゃあもう最後はもう2019年、はい、もうね春になりましたけれども、どんなもうこの2019年していきますか。2019年、はい、まあ、ちょっとでも何か皆様に、うん、あったかい気持ちを届けることができればなと。うん、ね、もうそれはもう毎年のことじゃないですか。なかなかこんな風に切り返されることないよ、ね。はい、逃がしてくれないっていう、はい、いい感じで。ね、2019年具体的に、具体的に、うん、具体的に、まあ、12月31日までにこう僕はこの年はもうこの状態までなっているぞということを皆さんにね宣言しちゃうということが一つの大事なことかなと思います。確かに、はい、じゃあその宣言はまた来週ということで、うんうん、来週ということで3週目もまだこのゲスト来ていただけるということですね。あ、というよりもね、これからも本当にうちのレーベルの本当に将来有望な、アーティストですので、はい、もう準レギュラーとしてね、はい、もうちょく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 来ていただいて、来たいなと思ってね、はい、新曲ができるたびに、はい、やってきていただいてね、はい、もちろんですよ、もうちょっとね、まあ走り回る時には必ず来ていただくようにしましたね、はい、じゃあそんな風でですね、はい、これから本当にどんどん戸田雄大君頑張ってきますんで、はい、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。ゲスト戸田雄大君でした。ありがとうございました。